フリーーアナウンサーの宇和住理恵です近年サイバー攻撃が高度化巧妙化していることは既にご存知の通りです企業のセキュリティ対策も社内は安全であるという前提の境界防御から現在では社内も安全ではない危険があるというゼロトラストの考え方へ変化していますジュニパーネットワークスではユーザー体感を最優先に考えた エクスペリエンスファーストネットワーキングを推進しています。この動画では、ジュニパーが提供するセキュリティの包括的ソリューション、ジュニパーコネクテッドセキュリティをご紹介します。これは、企業のセキュリティ対策にゼロトラストの考え方を導入しつつ、ユーザー体感を向上して、エクスペリエンスファーストネットワーキングを実現するものです。 ジュニパーネットワークスが提唱するセキュリティフレームワークであるコネクテッドセキュリティは巧妙に社内に侵入してくるサイバー脅威に対しゼロトラストネットワークを実現しますまた複雑なセキュリティの運用をシンプルにしますコネクテッドセキュリティではゼロトラストの本質どこにでも脅威があるという前提に立った対策を行いますまたセキュリティ対策に クラウド、AI、自動化を活用することでセキュリティ侵害インシデントへの対応スピードを飛躍的に改善するだけでなく対策の精度を向上し運用コストの削減まで実現しますサイバー空間でも実社会での活動と同様に外部つまり社外との接触や関わりを避けることはできません。 デジタル化とクラウド利用が進み、またデバイスが多様化することで、サイバー空間における外部との接触は増える一方です。外部と接触するとき、どんなに注意しても、巧妙に仕組まれた悪意のあるプログラム、マルウェアにアクセスし、知らないうちに社内に持ち込んでしまうことがあります。すべての社員にルールを完全に守らせ、 社内に接続するすべてのデバイスに完全な対策を行うことは不可能です。マルウェアに感染した一台のデバイスが社内で感染を広げ、そこから情報漏えいなどの被害につながってしまいます。社員、デバイスに対する完全な対策がコネクテッドセキュリティです。コネクテッドセキュリティでは、社内に潜むマルウェアを検知、解析するために、 仮想実行環境や脅威情報データベース、機械学習などのテクノロジーを駆使します。また、悪意のあるサイトやファイルなどへのアクセスは、10段階の脅威レベルで評価され、見えない脅威を可視化します。ネットワーク上のデバイスがあらかじめ定義した一定以上の脅威にアクセスしようとすると、通信は社内と社外の境界となる ファイアウォールで自動的にブロックされ、アクセス元のデバイスはネットワークから隔離されます。デバイスの隔離を実行するのはファイアウォールだけではありません。ネットワークスイッチ、無線 LAN のアクセスポイントでも隔離を実行でき、他社のネットワーク製品とも連携することで、ネットワーク全体での防御を実現します。ゼロトラストのコンセプトでは、 脅威があることを前提とした対策を行います。そのため、感染拡大を防ぐための素早い検知と対応に高い優先度が置かれています。コネクテッドセキュリティを実現するために、ジュニパーネットワークスはこれまで様々な取り組みを実行し、評価されてきました。具体的には、ワールドクラスのセキュリティ調査体制、ジュニパースレッドラボの構築、 グローバルで脅威情報を共有する業界最大手のサイバースレッドアライアンスとの連携。また、セキュリティ評価機関である NSS ラボからは、高い検知率により推奨の評価を受けています。このように、ファイアウォールだけでなく、スイッチやルーター、無線 LAN など、企業で使われるあらゆるネットワーク機器を提供する Juniper ネットワークスは、 接続される機器同士で情報を共有し連携させることでネットワーク全体を脅威から守ります。この動画では高度な脅威情報と AI、機械学習を活用することでゼロトラストを実現するコネクテッドセキュリティとセキュリティ運用のコスト、負担の削減をもたらすエクスペリエンスファーストネットワーキングについてご紹介しました。 皆さんも Juniper Networks のエクスペリエンスファーストネットワーキングで圧倒的なユーザー体感を手に入れませんか